はい、今日も皆さんお疲れ様でした。ですね、本日は寝る直前にお布団に入ってからやっていただきたい3つの動きです。3つと言ってももう全然もう全然大したことないですから、もう寝ながらできますので、もうなんなら途中で寝ちゃっても OK です。なので、ちょっとね、季節の変わり目とか疲れとかね、ストレスのあられる方、入眠が悪い方、あと途中で目が覚めてしまう、途中覚醒してしまう方ね、多いので、今日は寝る直前にお布団に入ってからやっていただきたい動きを紹介していきます。一緒にやっていきましょう。まずうつ伏せです。もう楽な姿勢です。楽な姿勢、もうなんならこのまま寝ちゃいますよね。で、まず全身の筋肉のこりをほぐします。お尻をうつ伏せの状態で左右にね、大きく揺らします。お尻フリフリフリです。もうこの揺らすっていうのは私のメソッドに必ず入れてます。揺らすというのはもうセルフリラクゼーションです。セルフマッサージみたいな。背中とかの筋肉って自分でね、揉もうと思っても無理じゃないですか。そういう時に、もうマッサージ行けなかったなとか、エステ行けなかったなっていう時はね、こうやってうつ伏せになっても全身の力抜いて、お尻を左右にゆら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 。揺らすだけでね、だいぶ筋肉ほぐれます。凝りもほぐれて、神経もリラックスしていきます。で、呼吸はなるべく鼻から吸って口から吐くっていう腹式呼吸をゆっくりしていきましょう。2、3分揺れていただいていいと思います。こうしてるともうすでに私はね、だいぶリラックスモードです。もうこのまま寝れるなぐらいな。私も寝つきが悪い時ね、必ずやってます。これはうつ伏せになって、まあ、ちょっとあとね、なんか水筋屈とかリラックスする音楽とかね、聞きながらやると、だいぶね、なんか本当にほぐれてくるんですね。体の凝りとかもほぐれてきて、手足がね、温まってきます。うら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 。あと、なんかこのお尻をね、左右に振るっていうのは、なんかこう気分も上がりますよね。ちょっとこうルンルンみたいなね。あとね、気持ちも前向きに、もう今日一日の疲れを全部デトックスしてから明日のためにリセットしていくための動きでもあります。1つ目はまずもうこれだけでした。で、もう1つ、2つ目です。今度はこのまんま胸の真横に手を置いて、肘が広がらないようにしっかり締めて、で、このまま上にアップです。で、これは何かというと、今お腹の筋肉、お腹の全体の筋肉を伸ばしてるんですね。で、お腹の筋肉っていうのは大きな筋肉です。で、大きな筋肉が伸びるということは、全身の血流が良くなるってことなんですね。つまりは体が温まるってことです。で、睡眠は表面の温度はあったかくて、体の中心の温度が下がって初めて眠くなります。なので、今まず体をしっかり、表面の温度をあったかくしてます。血流良くして血巡りを促してます。ゆーっと伸ばしていきます。で、なるべくお尻はぎゅっと結んで、お尻ぎゅっと力入れて、恥骨は床の方に沈めるような感じ。まあ、ヨガのポーズでもよく見るポーズですよね。スネークのポーズといってよく見るポーズです。で、まずでもこの睡眠に関しては、さっきも言ったようにお腹、腹筋をしっかり伸びてるっていう感覚をまず感じることが大事です。これもこのポーズしてね、呼吸、腹式呼吸10回ぐらいしていただくといいと思います。まあ、だいたい1分ちょっとぐらいですかね。鼻から吸うのが4秒で、吐くのが6秒で、だいたい1呼吸1分だとして、
10秒か。で、ゆっくり下ろします。で、2つ目のポーズがこれで終わりです。で、最後もういよいよ寝る間際ですよ。3つ目となれば仰向けになります。もう寝る体勢ですよね、こうなればね。で、片足をまず立てていただいて内側に折ります。で、ここの太ももの筋肉を今度伸ばすんですね。これもさっきの腹筋と同じです。大きな筋肉がありますので、ここしっかりストレッチして締め繰りを促します。で、ここの太ももの筋肉硬い方で、ね、足こうやって浮いてしまっても大丈夫です。でもなるべく隣の足に近づけて、かつ床に近づける。そうするとしっかり伸びますからね。で、お尻もなるべく浮かないようにしっかりつける。これはもう少しずつね、練習していってください。初めからつかなくて大丈夫です。できる範囲で大丈夫です。一番大事なのは太ももがしっかり、あー伸びてる、ちょい痛気持ちいいぐらいな感じが一番ベストです。で、この状態でさっきと同じように呼吸を、まあ、10回ぐらいねしていただくと、いよいよ眠くなってきます。もうこれだけで私は手ポカポカしてますからね。少し発汗してくる感じがあります。もう軽く目も閉じてください。自分の呼吸音だけに集中していきます。はい、足を立てて戻してもう片方の足です。一旦足を立ててから膝を隣の足にくっつけて、で床にくっつけて、お尻が浮かないように、あー太ももが伸びてるっていう感じを、自分の感覚をねしっかり感じてください。で、今日紹介したこの3つのポーズは四重八手ヨガ、あとはディスカツカーマスートラヨガですね、それぞれに、記載されてます。あとはジョブレッジでも紹介してあります。必ず私は寝る前に、入眠の悪い方、睡眠がちょっとっていうお悩みの方にはおすすめしているポーズです。あと今このね、太もも伸ばしているポーズっていうのは腰痛の予防にもとってもいいので、ちょっと腰痛を起こしやすいなっていう方にもおすすめです。では呼吸していきます。目を閉じて自分の呼吸音に集中します。はい、では膝を戻しても大の字で全身の力をだらーんと抜いて、おやすみなさーい。